平和連合 TPC、 その使命は人類の平和を守り宇宙との調和を願うことである。 TPC の中から特に選ばれた7人が、彼らは怪獣や宇宙人に立ち向かう栄光の戦士たちである。何すんねん。もうそんな大きないびきかいて居眠りすることないでしょ。しかし暇よね。もう毎日平和だとね。わしらが暇なんはええことやっちゅうのは分かってるけど、最後の出動あれいつだったっけ。宇宙船の目撃情報やろ。もう一月以上も前やん。あれだって結局見つからなかったじゃないか。あいつが寝ぼけよって。これ、はあ、春眠暁を覚えつか。そう、時は春。今年も見事な花が咲く。桜前線の北上に合わせるかのように事件も小休止の季節であった。宇宙人も怪獣も花の匂いに誘われてしまったのか、ガッツの精鋭たちも出番から遠ざかっていた。はい、本部。こちら1号機定時パトロール異常なし。これより帰還する。了解。大吾、ガッツに訪れた無事なひとときは、日頃の酷使にくたびれた機械をねぎらう何よりの春でもあった。いや、しかし平和な日々が続くな。まメインコンピューターの点検にはうってつけの機械だろう。隊員たちは怪獣も宇宙人もこのまま現れないんじゃないかと。できればそうあってほしいものだな。しかしこういう組織で一番難しいのは、戦っている時よりもむしろ平和な時だ。士気の持続だ。その通りです。私は君の管理能力を高く評価してる。よろしく頼むよ。はい、ありがとうございます。まあこの数ヶ月が異常すぎたんだ。人間は緊張の連続に耐えられる動物じゃない。あ、そうだ、たまには気晴らしに外へ出たらどうだ。お花見？そう、たまには気分転換も必要だと思って。花見なんか久しぶりだな。僕はね、こう見えても花見にはうるさいんですよ。聞いてない聞いてない。しかし我々全員がここを開けてしまうのは。そう、だから誰か一人ここに残ってもらうことになるわね。はい、なんで。僕が残ります。チェックリストの整理もありますし。それはあなたじゃなくてもできる仕事でしょ。ここは公平にトランプで決めましょう。さあババ、つまりジョーカーを引いた人が居残りよ。よし、よっしゃ。大丈夫じゃん。目つぶったって一緒だろ。あ、二回目行くぞ。よし、来い。じゃあさこい。おい、大吾、二回目二回目。どないした？いや、残念ですけど、留守は僕がしっかり守るんで。せいぜい楽しんできてください。
ないのか。だが、まあ、順番が違う。いいよ、どうしたんだよ。あれ、はあ、美しい。お前は綺麗な人を見るとすぐ俺、声かけてきちゃおっかな。よせよせ、痛い目に遭うのはオチだ。美しい花にはトゲがある。ご用心ご用心。うちの隊長と同じだな。何か言った？いえ、別に。情報局の二階堂さんじゃないですか。どうしたんですか。矢住隊員の代わりさ、入間隊長に頼まれてね。お前さん一人じゃ頼りないと思われたんじゃないかな。桜チルチル春が来る、どこに来る、ここに来る、あいや、あいた、みんな晴れ晴れ、あ、生かい。いや、どうしたんですか。全然元気ないじゃないですか。飲めるやつはいいよ。酔った勢いでバカな真似ができて。リーダー、そうだ、一滴もお酒飲めないんだ。邪魔だ。ああ、もうこんな時間だよ。定時連絡か。ええ。おかしいな。隊長。どうしたの？電波障害のようです。こちら本部。こちら本部。どうなってんだこれ。花見の場所は？ X ポイントです。どうも絶縁かくらん物体が近くにあるようだな。絶縁かくらん物体？ちょっと待って。隊長さんたち、飛んだ場所で花見かもしれんぞ。この物体の発する波形パターン、一月前に見失った未確認飛行物体と全く同じだ。何ですって。桜がどうして美しいか。それは桜の木の下に死体が埋まっているから。桜が美しいのは人の血や肉を養分として吸い取っているから。梶井元次郎ですね。こうして桜に包まれていると魂を吸い取られてしまいそう。お嬢様、どうなさいました。お嬢様、お嬢様、大丈夫でございますか。お嬢様、どうなさいました。お嬢様が急にこんなことがよく。とにかく病院へ。私が車のあるところまで背負っていきましょう。いいえ、私が行くわ。あなたたちは桜を楽しんで。しかしこれは命令よ。お楽しみのところご迷惑かけまして。いいです、さあ早く。申し訳ございません。私もお供いたします。光のどけき春の夜に静
ず心なく花の散るわん。いいな、それお経ですか。やだね、みやびな心がないやつは。歌だよ歌、和歌だ。柄にもないことは許した方が。ああやだやだ、歌は人の心から生まれるんだよ。鬼人怪獣をも哀れと思わせる力があると古今集の序にも書かれているだろうが。じゃあ怪獣が現れたら和歌を読めば。はあ、チャンスがあればな。俺はこう見えても TPC 六花線の一人と呼ばれている男だよ。でもリーダーの入ってる同好会、確か会員が6人じゃ。うるさい。あれ？どうした？いつの間に。もしもし、誰？こちら大吾。大吾？何かあったの？1ヶ月前に見失った未確認飛行物体がこの近辺に潜伏中と思われます。なんだって？通信不能もそのせいか。はい、そちらで何か異常は？隊長が！お目覚めのようね、入間隊長さん。あなたたちは？私たちはレスカウト星雲から参りました、魔人星雲でございます。地球移住のための偵察隊とでも申しましょうか。地球移住？ええ、私たちの魔人星はそろそろ寿命を尽きようとしているの。大地は砂漠化する一方、水は枯れようとしているの。だから新しい星へ移住する必要があるのよ。ですから移住先を探しました。この地球を見つけたのです。何を勝手なこと。でも地球で邪魔なものを見つけたの。それがガッツよ。ですから隊長さんを捕まえるのが最善の手段ということになったのです。本当に飛んで火にいるなんとやらでしたわね。青い海、緑の大地、あの美しい桜も私たちのものになるのよ。あなたたちの思うようにはさせない。さすがに隊長様は強気でいらっしゃる。さあ地球の防衛システムをお話しいただけないでしょうか。1号機、これより目標を追尾します。こちら本部、円盤からのメッセージを受信。円盤からのメッセージを受信。オブではおよしなさい。隊長さんは私たちが預かってるわ。くっそー。うわっ、you
私たちもろとも爆破するつもりよ。
だ。あれ、大吾、お前留守番ちゃうんか。呼ばれてきました。あまりにも夜桜が綺麗だから。あ、はい。マノン星人の野望は打ち砕かれた。でも花見とはちょっと雅な宇宙人でもありましたね。いや、やはり綺麗な花にはくれぐれもご用心ご用心。基地内に広まる幻の怪獣の噂。噂を流した独断で情報を操作する若き参謀勝村。怪獣ファルコンの実態を暴け。次回ウルトラマンティガ新機能の怪獣、お楽しみに。